はい、こんにちは。まちゃんの馬ふです。はい、今日はこちらですね。はい、仮面ライダージョーの超新回転券デラックスライド平成号です。はい、2018年12月8日本日発売のこの平成仮面ライダーのマークがここに入ってね、うん、武器ですね。すごいね、これすごいね、うん、でちょっと気になるのがめっちゃ軽いんだよねこれでね、これ箱がねめっちゃ良くない、うん、20作品のね平成ライダー全員出てるんだよね。こりゃすごいよ。これめちゃくちゃいいね、うん、まあ、早速開けて遊んでいきましょう、はい、ということでこちらがライドヘイセイバーだね。そうですね、結構大きめの武器だね。おー、ただねやっぱりあの箱から思ったんだけど軽いね。軽い軽い、すごい軽いですね。でここがグレードになってますね、うん、ここね、ヘイセイバーって書いてあるね。そうそうそう、でやっぱりね時計のデザインになってて、うん、ここが、文字盤でこれ長針の針ね、うん、でこれが単針、単針は動かないんですけど、ね、長針はこのような感じで、90度ごと動かすことができますね、うん、でここにトリガーあります、うん、ブラックアンミューとこのほら時計のベルトみたいなデザインになってますね、はい、で単4電池が2本入ってますんで電源オンにしてみましょう。はい、おお、ライドヘイセイバー言いましたね、うん、ここ光ったね、光ったね、うん、ではまずトリガー引いてみましょうか。はい、おお、綺麗に下から上に LED が、うん、はいはいはい、こんな感じなんだね。かっこいいじゃん、うん、でヘイセイバーの LED 部分なんだけどちょっと見えづらいと思うんだけど、このライダーのマーク全部書いてあるね、うん、こう光らすと、あ、わかるね、これ、これだけあります。で LED がAD が上の方までちょっと届かないので、うん、上の方になるとちょっとボケていく感じだね。そうだね、はい、一番上がディケードになってますね、うん、で続いて平成ライダーを選んでいきましょう、うん、長針をね動かしていくんだって、うん、時計回りに、うん、お、うん、もう一個回してみようか、うん、おお、うん、こんな感じでね、うん、選んでいけるんだって。すごい。でここでトリガー引くと必殺技、結構いい音だね。すごい、すごい。音大きくてかっこいいね、うんうん、じゃあもう一回ちょっと単身回してみようか。はい、お、ゴースト、おー、でもう一回、おお、どん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 行ってみよう、うん、おこれで以上か、うん、はい、続いては強化必殺技遊びやりましょう、はい、このスロットにライドウォッチをセットします、うん、ディケードだね、お、これで調子を回す、これでトリガー、すごいじゃん、すごいよすごいじゃん、音も綺麗だし、うん、こりゃすごい。でこっからちゃんとディ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 ケイドって鳴ったね、うん、うん、この選んだ平成ライダーが続けて鳴るわけだね。そうだね、うん、面白いね。で続いてエグゼイドライドウォッチちょっとつけてみましょう。いいね、うん、はい、続いて平成全ライダー最強必殺技発動やりましょう。3周一気に回すんだって、うん、お願いします。はい、
すごい。すごいな。大気音もいいしね。ヘイ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 ってね。じゃあパパは？僕は？対決だ。とりゃ。今だ。十。お、なんだ？もう必殺技か！そんなもんだろ、お前なんてな。私も。やったぜ。はい、ということで今回は仮面ライダー浄土超新回転拳デラックスライド平成版でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中の時からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。デデデデデケイル。